この度は大丈夫、みんなスーツ着なくて大丈夫。ああ、失礼しました。先日の爆破、射的ゲームがあったんですけども、はい、あの奥のガラスゾーンがですね、あの全部あの爆発したという事件があったんですけども、はい、そのですね、爆破実験、爆破カズさん5万円だったあの爆破大会がですね、はい、まあ、終わったと思いきや、はい、はい、こちら皆さん見てください。これはひどい。カズさんの大事な大事なオブジェがですね、まさかのこれ僕らなんじゃないか説っていうのが浮上してまして、僕も動画見返しました、はい、なんなら完成データの前に元データを見たんですよ、共有した、うん、まあ、撮影したデータを見たらバチコリあっちの方から TNT ビューって飛んできてここで大爆発してたんですよ。なるほど。え、結構じゃ飛んできたね。結構飛んできた。でですね、はい、こちらたくさんね掲示板ちょっと書いていただいてるんですけども、はい、こちら疑ってはないんですが、もしかしてTNT で飛び火して広場破壊してませんか。動画をもう一度見直してくださいということで、皆さんお怒りですよこれは。皆さん本日はすみませんでした。すみませんでした。申し訳ございませんでした。いやあのね、だから今日はですね、あの広場を直したいなと思います。直すだけじゃちょっと味気ないということで、ちょっと面白い直し方しようかなと思ってます。皆さん夜です。あおはん。おきき。Thank you。で、はい、こちらダイヤが僕らたくさんありますけども、はいはい、僕から提案があります。広場の足場あるやん、はい、あの足場なんか柱が立ってる下のところ、 あ、 ありますあります。そこダイヤで埋めちゃおうかなって。え、埋まる埋まる。ちなみにいや、埋まるとこだけ、埋まるとこだけ。行けるとこまで。うん、やっぱりドストレートの回路。やっぱそうです、そうです。やっぱりこれやっぱ良くない。やっぱカズさん視聴者にどれだけやっぱこの帰宅部トリオがですね、うん、こう頭おかしいかっていうのをやっぱちゃんとアピールする必要があるわけですよ。やっぱ間違いなくアピールできる。この人マジでダイヤ使うのみたいな。だって今後一生謝罪した時に俺らダイヤを捧げることになるわ。そうだね。いや、じゃあそれは違う。それは違う。それは違う。今日なんかダイヤの在庫が結構あったから使っちゃおうかなっていう。あー、でもワンサック以上あんだ。いや、いやいや、え、なんで、え、64個あんじゃん。そうだよ、ワンサック以上ある。あ、なんだ俺ここだけ見つつ、あ、え、なんでこんなんだろう。あ、幸運で鬼割ったのか。多分そうだね。でもさ、みんなさ、幸運、誰の幸運使ったの。大原さん、答えてください。カズさんのです。そうということで、今日はね、キヨキヨ、やっぱリーダーとして、はい、やっぱり、ダイヤを無限に使います。職権乱用ですよね、これね。職権乱用、間違いない。やっぱ楽しいことに全力でお金を使っていくリーダー。1個ぐらい水色に用意しとこうぜ。なるほど、それ面白いね。おもろいね。え、でもダイヤブロック何個必要。ちょっと待って、9個ですね。やばない、やばい。いや、ダイヤブロックやばいっす。え、待って、これやばいっす。これやりすぎ。8個ぐらいしか作れないっすよ、多分。8個作れるだよね。4つぐらいしか足りないところは、なんか、はい、鉄ブロックとか、鉄とか、うん、あ、いいね。あ、それだったらちょっと節約しちゃう感じになるけど、ダイヤ、金、エメラルド、鉄みたいな、で、さりげなく羊毛みたいな。なるほどね。あ、それ面白い。全種類系、全種類系でいいんじゃない。全種類系オールスターでいこう。そうです、オールスター。ちょっとじゃあ1個作っちゃいます。うわ、怖っ。うわ、ちょっとこのダイヤブロック、これ初めて作った、人生で。俺作ったことないよ、そんな余裕ないから。やばいよね、うん、富豪の遊びだわ、これ。富豪の遊び。キムさん、置いてください、置いてくださいよ。え、ダイヤブロックを一回見てみたいです、僕。ポン。うわー、早い早い早い。おい、先頭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 。よし、みんな剣を持って、剣を。大体剣を持ってんだ、剣を。いいよいいよ、もういいよ。ほらほら、終わった終わった。あはは、タイタイのその言い方やだね。あ、終わった、おーい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 、もう今の発言で俺すねちゃった、すねちゃった。小学生やん。じゃ鉄ブロック、じゃ俺作っていいですか。お願いします。ラピスラズリブロック使うよ。なくね、あんの、ラピスラズリブロック。なんでレッドストーン、こう、レッドストーンのさ、レッドストーンブロックってあんまいらない。でも綺麗だよね。あ、綺麗ではあるな。ちょっと一応持ってこう、一応持ってこう。じゃ一応鉄持ってこう。おー、ラピスラズリブロックなんてあるんだ、初めて知った。俺もね、なんかすげえ。てかこのカズ人形なんかどっかに飾ろうかな。あのカズさんからいただいたやつ、ちょっとカズ人形。おつぼ村の村人から額縁が交換できるらしいからね。あ、マジで。それはありがてえ。あれ、じゃマリア様目になる、ここら辺に。ん、なんか言った。マリア、もういいよ。いや、言って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 。マリア様って言ったんだよ。マリア様って何。あの、キリスト教の。あ、ちょっとわかんない、自己凝縮した。皆さん大変申し訳ございませんでした。めっちゃいい子に謝罪してくる。
今めっちゃ A 声でねあれ、金ブロック誰か持ってる人いる？いや、金はうちの村に在庫ありません。あ、そうだ、あれだ、あこの前ジャジャさんに。でもジャジャさん、僕ら11個あげたんだけど、あと50個っすよ。 あと60個必要っておっしゃってた。60個、うん、これね、1年後っすね。1年後に、あれ1年後ないわ。コツコツ半年後に、最後にマリーゴールド聞くみたいな完成形をねじゃあちょっと一回迎えましょうか。はい、リゴールド諦めてもなんか森山直太朗の桜とかにしようぜ。なんでやねん、別にいいじゃないですか。まあでもマリーゴールドすごかったね。だカノンとかね、カノン、テンテレテンテレ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 テ、あのあれなんですよ、カノン進行なんですよ、マリーゴールドって。もうやってそう。でも俺弾けるんですよ、だからカノン、マリーゴールドと一緒だから。この人弾けるんですよ。じゃあ一回弾いとく俺。いいです。じゃあ分かった、今日後で弾くわ。今日のギターコーナー、いいいいやってきましたよ。はいはい。これどうなってたこれとりあえず下を埋める。とりあえず下埋めるか。あれこのガラスのとこってなんかなったっけ。あ、危ない、これ下が水なんですよ。下が水になってない、うん、なるほど、ね、ちょっと共有ボックスからお借りして、石が必要だね、まず。そうだ、ね、あ、石俺持ってきたよ。あ、あの、そうっす。じゃあちょっと大原さん、ここ埋めていただいていいですかやべえ、これどうなってたんだこれ。いや、これあえてみんなに分散することによって、はい、みんなの面白建築を見たよ。大丈夫ですか、カズさんに面白建築しちゃって。まあ、大原がいればなんとなく、なんとなくっぽくなるんじゃない。この残ってる部分から、はい、元あった場所を思い出しながら、まあそう、推察してね、組んでいこう、そういうことだよね、というコーナーです。よし、ちょっと、なるほどね、君たち、はい、はい、まず、はい、ポイント目、はい、ポイント、はい、周りのブロックを見てみなさい。そうだよね。いや、もう俺そう言おうとしたよ。そうなん、そうなんですよ、実はそうなんですよ。まあね、石ブロックじゃないとダメなんですよ、ね、待て、はい、あー、じゃあこのツタが必要、このツタが必要、ツタが。いや、これなんかあれじゃない、違う石なんじゃない。これひび割れたレンガっつって、石レンガ一回焼いてるやつだ。なるほどね。とそれで言うと、うん、これ一回爆発した後をつけるためにさ、ここちょっと新しくなっちゃってる道路感。風化させない理論ね。風化させない理論。一部だけアスファルトみたいな。ここ絶対舗装したやんみたいな。がっつり舗装してる、なんか白線めっちゃ綺麗みたいなね。あるあるある、道路である、道路である。そういう感じね。じゃあそれで行こう。行きましょう。さて、はいはいはい、これ俺らのインスピレーション大事だからね、これ。そうだね。なるべくの、まあ原型にね、戻したいけどね。そうそう、原型、うん、前提としてまず原型に戻したいって気持ちがある上でインスピレーションが働いてくる。そう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 、インスピレーション先行しちゃうとちょっとね、どうしてもね。じゃあ皆の衆、ここに念のため作業台を置いとこう。ありがとうございます。念のため、念のため。多分ね、俺のね、なんかね、記憶で言うとね、階段ブロックが結構うねうねしてた感じなんだよね。そうだね、ハーフブロックとか。まあ、そうね、だから俺らの記憶力を試されるよ、これマジで。と、あと原型からやっぱ推測できるから。お、多分ね、階段なんすよね、結局は。階段ブロックだった。よいしょ。あ、違う、絶対違う絶対違うのは、インスピレーションではないんで、皆さんお気をつけくださいね。ぽいあれ、ゾロハルどこに。ぽいっす。俺今、素材を取りってる。あー、どうぞ。これ、あれ、あれ、タイトいいじゃん、あ、タイトいいじゃん。いや、あれ多分違うんすよ、多分、逆っすね。あ、逆だ、分かる、俺なんか分かってきた。俺が帰ってくる頃には原型が全然違って再現不可能みたいになってる。それは舐めてもらっちゃ困る。それはね、舐めてるね、俺らはね。あ、はいはい、待って、タイタイこっちやばい、神。あ、そう、こんな感じだよ、こんな感じだと思う。あ、で、多分、なんかここに柱あったんだよね。ちょっとダイヤブロック一回置かせていただくと、ここで、こう、丸っぽくなってたからこんな感じじゃない、ポン。あ、待って、合ってるよ、これ合ってると思うよ。ちょ、見てみ大体こっちから。おー、合ってるっぽいな、ダイヤがすげえけど。ダイヤがすごいね。だからダイヤは、これカズさんに原木に直していただいてもいいし、あとはもうダイヤのままでもいいし、みたいな感じで。よしよしよし、こっち一つ直せたから、これあれだ、あと全部、さ、多分左右対称にしていく。まあそうだ、こんな感じで全部。あ、すごい、上側なんか繋がってる。ちょっとここで真ん中、危ない、落ちるとこだった。鉄ブロック、あ、やばい、夜です。皆さん、あ、夜です。あ、待って、俺ベッド持ってるかもしれない。あ、ベッド俺3つあるよ。え、どうしたんだよ。いや、分からん、今日どうしたんだよ。タイタイ持ってる？持ってないですよ。あ、持ってた。じゃあ
3つ持ってんのに急いでくれよ。あ、大原持ってないの？持ってるよ。なんでやねん、なんでやねん。持ってるとだから出さないでいいかだって思っちゃったんだよ。そうですね、俺もそう思ったよ。あー責められてる俺。受け取りが悪い。あー責められてる。俺いいことしたのに。おっきっきー、あーはー、はじめ。俺誰だ今。今これ一番言うの遅い人はちょっとこれペナルティじゃない。なんで自分がさ、最下位じゃないとそういう風に提案する。これあとはもう左右対称につけてくんだけど、それはそれでちょっと大変だろ。これだけだったら鉄ブロック使うんで、そこも全部ダイヤでいいじゃない。確かに俺ダイヤ取ってきます。楽しそうだな、なんか。ダイヤブロック3つですね、あと。えげついて、聞いたことあんな、これ。いや違う、なんか別物です、皆さん。別物だ。一人ずつ食べるとは違います。パク、パク、違う、パクリじゃありません。パクリじゃない、えげついてだから。えぐくはないんだね。えぐくはない、そう、えぐくはない、えげついてだから。割としっかりめに怒られてます。やめましょう。よし、オッケー。もう使えなくなる。あ、やべ、ダイヤブロック3つでいいよね、あとね。そうだ、よし。やべ、ダイヤ37個持って出歩くのは危ない、さすがに。この道中でもね、死にかねないから、ね、そうそうそう。たまにクリーパーひょこって出てくるじゃん。いや、カズさんが TNT を確かに設置してる可能性もあるからね。可能性全然ある。なんかその、何、修復した瞬間爆発するみたいな。やりかねないからね、カズさん。もうあのね、カズさん、TNT 仕掛けてる時が一番輝いてる。キラキラしてる、目が。よいしょ。いいね、いいね。いかつい、いかつい。ただ、ただ、グレードアップしてる。いかつい、グレードアップしてる。いかつ、これ。すげえ、すげえ。まあ、全然カズさんにね、直していただけるからね。そうだね。で、カズさんも、ダイヤ使えるし。そうだね。あ、これ上は、あとはこれハーフブロックでこれ埋めてあげるだけでいいのかな。そうだね、ここにハーフブロック。いや、ちょっと今日のダイヤ占いとか最近できてないからね。ベルなかったでしょ。あ、待って、あった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 、ベルあった、ベルあった、あった。待って、ちょっとベル共有倉庫にないか、さすがにないよな。ベルボックスなんてないでしょ。あ、で、ここに真ん中にベルか、この上ね。多分第53回ベル探し選手権。はい、行きましょう。スマホ行ったら、でもベルね、ベルある。ベルね、実は入手でめんどくせんすよ、うん、確か僕の村にしかないんだよね、確かね。村か交換だけだからね、作れないんですよ。僕のここに入った気がするんですけどね。昔の冒険でどっかでパクってたら、まあ、あるかな。あー、でも冒険ないか、ないな。まさかのベルで苦戦。でもマグニーさんの裏側の村に、うん、あ、村あるじゃん。マグニーさんの村の裏に村があるから、あるある、うん、そこちょっと調査兵団してこい。強奪じゃないですか。調査です、これは。調査、壁外調査、壁外調査。これは強盗じゃなくて強盗って言うんで。強盗だね、そうだ。みんなちょっと、そしたら馬で行くか、馬で。馬でもないし。いや、馬っていうか、車だよ、車、車。シビックとライフと N ワゴンだから。俺の N ワゴン。よし、私のライフは。俺の N ワゴン。え、ライフ、よいしょ。あれ、違うっけ。 N ワゴン。ライフ俺じゃねえの。あ、俺シビックか、俺シビックじゃん。おい、ちょっと使ってないことがバレちゃった。それはちょっと失礼な。今の発言はやばいな。やばいよね。使ってないことがバレちゃった。いわゆるハマりってやつ。よし、あ、いいですね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 。これはなんかガチで調査兵団みたいになったの。調査兵団、じゃあちょっとあのカズさん村から行こう。そうだね、こっちから。うん、おー、いいね、いいね。なんか、あー、でも見てた、見てた、こっちはね、みんな俺についてくるから。俺についてくると穴に落ちたりする可能性あるから、怖いから。ほんとに、ほんとに気をつけよう。うわ、ほら、穴、こういう穴危ないからね。ちなみに、マジでここら辺の砂漠は穴だらけだから気をつけよう。最新の注意払ってそう。多分ね、あー、あったあった、村あった、村あった、村あった。早いな。パカラッ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 。どこにあることが多いの、その真ん中っすね。まあ村の中心感あるよね。うん、あ、でもなんかベルないっすね。ベル、これ村人がいれば分かりやすいけど、ベルなしっすね。ベルなしっすね。あれ、俺ベル本当に持ってなかったっけ。ほら、もう一個村あるって言ったのか。まあ、なんかここまっすぐ遥か先行ったところに、確かちょっと行ってみない。ちょ、行ってみよう、行ってみよう。そうだね。いやー、ちょっと怖いよ、これ。え、俺、馬運転してる時さ、うん、車ね、車、ごめんなさい、ごめんなさい。どっちかに絞ろうよ。確かに。馬とか、この車運転してる時にさ、うん、マジでこう、穴に落ちたらやばいっていうさ感じを思いながらやるから、すごいこう、神経使わない。なんか疲れるやつね。疲れるやつ、やっぱ運転って疲れるよね。常にね、真面目にやっても死ぬとき死にますから。それはまあ確かにな。最新の注意を払い続けることが大事だよ。そうだね、違いない。
あ、待って、砂漠の村やん。これ結構すぐ近くに、てか、カズさんワールド、これ村にすごい恵まれてる。え、すごい、本当、え、これ、あー、でももうオファル、馬の乗りこなしがかっこよすぎるんだけど、なんでやっぱ調査兵団、あれ調査兵団、はい、あ、猫さんいるやん、猫さん。わ、この猫さんかわいい。まあ、ベルをちょっと探しますか。ベルって、家の中にあったりするの？ないです。いや、外だね。ベルないね。まさか。あ、あれ？あった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 、ベルあった、ベルあった。ほら、ここ、ここ井戸の横。ん？こっちからと見えない。下、下、下にある。おおおおおお、こんなとこにベル初めて見た。割と野ざらし。そう、割と野ざらしだね。え、ちょっとそしたらちょっとこれ一個拝借させていただいて。拝借する？これあの、ツルハシで壊しちゃっていいの？これはツルハシ。おお、ベル、よかったって。貴重品。お、ちょっと待って、俺の逃げられました。俺のシビックが、シビックね、すぐどっか行っちゃうからね。天候で有名。天候で有名のよし、じゃあ皆の衆、はい、撤退撤退。え、これ今回あれじゃないですか、成果をやられたんじゃない？今日も成果やられました。確かに。久々に久々だよ。久々だよね。よし、これで完成すると。よし、今日のダイヤ占いがちょっと俺楽しみだわ。ダイヤ使っちゃったからね、ちょっと。そう。でもダイヤ占いでダイヤ出ても寄付だから。そうだね。カラッパカラッパカラッパ。夜になりまして。あ、やばいやばい。お、恐れてる恐れてる。マジかマジかマジか。逃げろ逃げろ。気をつけろ。車が守るんだ。やべ、危ねえ、今めっちゃ見た。車上嵐がいるぞ。車上嵐だ。やっぱめっちゃ見えた。しかもさ、見た瞬間さ、うん、あの崖があって、うん、危なすぎた。危な、ちょっと大原、喧嘩売んないで、喧嘩売んないで。だってカズさんワールドにあの闘牛くん来たらやばいから、マジで。終わるからマジで。終わる終わる。よし、戻ってまいりました。やっぱいいね。なんか安心感すごくない？安心感ある。カズさんワールドに戻ってきた安心感やばい。めちゃくちゃ賑やかだね、本当に。だってもうなんかでかいオブジェがめっちゃあるんね。めっちゃあるもんね。しかも上手って。わかる。じゃあ一回ちょっと車庫に納車しよう。納車。そうだね。よし、ここでね、納車してね、ちょっと一回。またこれ夜来たな。あれけども今日夜のペース早くね、なんか。いや、そんな気、俺もなんかそんな気がする。変わんないな。じゃあ夜が来る前にちょっとやっちゃおうよ。ダイヤ占い。やっぱり、いや違う。あ、ベル違う。ベル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 。ダイヤ占いの。やっぱ夜来るわ。圧倒的。爆速でやるじゃん。圧倒的、そうやりたい感じ。絶対数えたやらずに掘るじゃん。はい、ないねっつって。よし、ここにこれ、あれこれつくのこれ。つけるためになんかブロック必要これ。あ、そうだね。まあ、木とかでいいのかな。で、木置いていただいて。おお、まあ。一応。いいね。こんなんだったよね、多分。みんな撤退だ撤退だ。今日のダイヤ占いするために撤退だ。はい、寝てますけど何か。はいはい、寝てますけど何か。はい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 、寝てますけど何か。キヨキヨさんがそれ言う、僕3分前に寝てましたけど。いやいや、3分前は嘘。おはっきっきー。いや、大原くん、ちょっと朝の挨拶への関心度低ない？関心度関心度。いや、待って、じゃあちょっといい。あ、どうした？1日に3回はくどくない？いやいや、めっちゃ挨拶するじゃん、いやいや、こいつら。じゃあ、いや、挨拶、1日に3回じゃない、3日だから。そう、3日、そう、びっくりした。うわ、何勘違いしてるんですか。世界観崩さないでもらっていいか。本当に困るよね。だって俺ら今、そうですよ。はい、じゃあちょっとダイヤ占いとこ行きましょう。ダイヤ占い出た時さ、もうちょっと視聴者さんになんかさ、視聴者さんどういう反応になってくれるんだろうな。おおって何じゃない。何も思わない。めっちゃ薄ないそれ。何も思わない。出たなっていう。あ、出たんだ。だから、ダイヤ占い出たら、もしダイヤ占い、もしダイヤ出たら、ちょっと皆さん、ぜひね、帰宅トリオ3人の YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。ダイヤ占いまで見てくださってる方は多分してくれてる。確かに、してくれてるね。わかる、それはわかる。ということで、一応ね、ダイヤ占いのルール確認しておくと、はい、1日で10マス掘ることができてですね、そのレーンの中でダイヤが出たら共有させていただくと。そしてもしダイヤ占いをしてですね、ダイヤが出るところを見た皆さんは明日、はい、幸運の日でございます。あれです、素晴らしい。はい、いい企画だね。ちょっと占いなんでね、はい、よっしゃ、ちょっと、うわっ、もうちょっと、もう俺こういう絵描いたことあるぞ、こういう奥行きのある遠近法のやつね。そう、遠近法の絵描いたことあるよ、こういう永遠スクロー感みたいな。めっちゃ掘ってんのね、俺らね。よし、今日も気合い入れてみましょう。オッケー。出るんか。なんか俺ごめん、言っていい？今日出る気がする。今日左レーンで出る気がするわ。なんかなるほどね。俺やん。あ、じゃあスワップするか。いや、そこはダメ。決めよ、ちゃんと。そこはダメ。やっぱ俺は右ってなんか雰囲気が、うん、よし、行きます、はい、せーの、1、
ちょっとやばいとこ来ちゃったんじゃない俺。エメラルドブロックだよ。おい誰だ、仕込んだやつがいるぞ。誰だこれ、何これ。コンビニが、コンビニが出てきた。え、どういうこと。なんで、なんでこれ荒らされた説ない、これ。おー、はいはいはい。誰だ、これ荒らされてるぞ、これ。ちょっと待って、これ荒らされてる、絶対。どういう仕込みだよ、これ。内容占い、これ荒らされてる。びっくりした、今。もうちょっとほっとみる。俺、何か分かんなかった、俺。あるわけない。ちょっと、これそれで言うと、さっきのキヨキヨさんのいや今日は左にあるなっていうこってこての発言がもうキヨキヨさんに何もしてねえよ。フラグっぽい。俺何もしてねえよ、マジで。ちょ、一回掘りすぎて、これ絶対話したって入ってるでしょ、これ。何が。おお。ええ、エデン違うか。え、これどういうこと。これソワラさん、解説お願いします。これはピンク色のテラコッタを焼いたやつですね。焼くとこなんて矢印のブロックが出てくる。ちょっと待って、これマジでダイヤ占い荒らされてる。これマジで荒らされてる。これは左に曲がれってこと。ちょっと一回こっち掘ってみよう。え、あー、ないか。何もない。いや、俺何もしてないからね、マジで。本当ですか。本当だよ、これ絶対ドズボンさんでしょ。いや、これあれだからまっすぐ行かなきゃダメなやつ。まあでも、まあでもこれはまっすぐ行かないと、やっぱルール上ダメだから。一回まっすぐ行きますか、じゃあ。どんぐらい掘った。今4マスぐらい掘ってる、今。3かな。3マスです。いや、3、じゃあ4、じゃあこれ4でしょ、4。あ、矢印関係ないね。そうそう、置いた向き。はい、5、6、7、8、最後。いや、ワンチャン普通に出る可能性あるからね。最後、よいしょ。あー、カモン。あー、やっぱ曲がるのが正解だったんじゃない。ちょっと一回曲がってみようか。これちょっと違法ね。 3個目ですね、そう、これ。おお、あー、普通にレッドストーン鉱石出てるんだ。まあだから関係ないでしょ、だから。ちょっと深読みしすぎ説ない。ちょっと深読みしすぎだ、これは。やっぱだから俺らのルール上、ダメだ、皆さん集中してください。俺らのルール上、やっぱり出たら曲がるっていう、やっぱ鉄の掟あるんで、これ皆さん埋めます、これ。はい、もうちょっと、さよなら、キヨキヨ。おーい、綺麗にキヨキヨさんだけ。これ、綺麗だな、なんか地下の楽園みたいになってる。これ絶対荒らしたって入ってたよね。絶対入ってたね。ありえもん。ね、俺の予想ね、うん、ドズルさんの生放送でお手すきでやった説が。ワンコーナーでね。ドズルさん、そう、動画にもなってない可能性あるよね。あるある。荒らしちゃったにしてはちょっと3ブロックかって思っちゃった。確かに。ということで、今日はですね、はい、皆さんこちら集合ですよ。そこが今日はですね、こちら、カズさんの大事な、だってあれ結構有名なオブジェというかさ、中心感あるじゃん、村の。それをですね、ランドマークみたいなのがあるから。すっ飛ばしてね、僕らがやってしまったので、ちょっとダイヤでちょっと、はい、装飾させていただきましたけども、このですね、カズさんワールド毎日更新しておりますので、ぜひとも真ん中のボタンからチャンネル登録してね、明日も見ていただけたらなと思います。そして、動画の説明欄には大原とタイタンの YouTube チャンネルリンクございますのでね、マイクラ動画上げてますので、ぜひともチャンネル登録して帰宅太りを3人をね、応援していただければなと思います。そして周りにはカズさんワールドのパート1から最新回まで動画全部入ってるね、再生リストございます。そちらからですね、まだ見てない動画全部見れると思いますので、そちらからぜひともチェックよろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。